皆様こんにちは。船にトイレがない、この状況でもどうしても釣りに行きたかった私が、過去をどのように乗り切ったのか、今日はこのお話で行ってみましょう。今回は最初から最後までトイレのお話なので、お食事中の方はまた後で見に来てください。ちなみに今回流れている映像は、うちで飼っている2匹の猫、パンと米の1日です。2匹の猫との出会いは別の動画があるので、もし興味がある方はご覧ください。まず最初の船は知り合いの和船でした。マリントイレはもちろんないので、水分を取らないようにして、それでも行きたくなったら近くの岸につけてもらい、トイレを探していました。でもそれでは時間がかかるし、無駄な燃料だし、他の人を待たせてしまうし、何よりこの間に地合いが来たらどうしようと思うと、なかなか言い出せなかったです。結果我慢しすぎて膀胱炎が慢性化してしまったので、この問題を解決すべくいろいろと考えました。最初に実践したのがおじいちゃんの介護用おむつでした。いずれ年を取ればみんなつけるんだから、早いか遅いかだけで何も問題ないと思っていました。しかし実際おむつを装着して鏡に映った自分を見た時は、何とも言えない気持ちになりました。笑わせようと思っておむつのままサンバのリズムで船長の前に登場してみましたが、何とも複雑な顔をしていました。パッケージに何回までできると記載はありますが、実質1回したら気持ち悪くてすぐ外したくなります。私が購入したものは1回あたり 150cc で4回まで OK とありましたが、実際の許容量は2回まででした。ご年配の方と比べると1回の量が違うためです。参考にされる方はパッケージの回数より少なめにされる方が安心です。取り替える時は小学校のプールの着替えの時に使ったタオルにゴムを通した巻きスカートを使用していました。和船は隠れるところがないので何かと大変です。一度日本海にイカ釣りに行ったのですが、漁船でトイレがなく、例のごとくおむつを装着していったところ、大しけで、さらには横殴りの大雨でした。カッパも意味をなさないほどのバッドコンディションの中、イカを爆釣したものの、雨水を吸えるだけ吸ったおむつは8切れんばかりのパンパンさで、クーラーボックスを手に堂々と船長の待つ港に降り立った私のお尻はもっこもこでした。大雨の時のおむつもご注意ください。そしておむつを履きこなすようになってくると、結局1回したらすぐ履き替えるし、そのままバケツですればいいんじゃないという考えに至ります。プールの着替えの時に使ったスカートタオルを腰に巻き、バケツに座ってピャッとやる、とても効率的でした。ちなみにこの時のバケツはもう捨てたので、今一緒に釣りに行っている皆さんはご安心ください。そしてさらにはバケツを返さずにおトイレをする道具を発見します。それがこちら。なんて画期的なんだろうと感動しました。男子の立ちションが女子でもできる。見つけたものの、これを購入する前に今の船に乗り換えたので、トイレ問題は解決したのですが、今もトイレがなかったらおそらくこれで立ちションしてたと思います。もちろん女子力はゼロです。
これらの方法は春と秋冬だけで、海の水が冷たくない夏の時期は飛び込んでいたしてました。上がってくるのが大変で、見かねた船長の上司がはしごを作ってくださいました。飛び込めない時期になったらポータブルトイレを買ってくれました。まさにトイレの神様です。他にもすぐ近くに港があり、トイレもあるだろうと下ろしてもらったら何もなくて、地元のおじちゃんに聞いたら、一番近くても山の向こうで車がないと遠いからと連れて行ってくれました。車の中で私と同い年ぐらいの子供さんがいるとのことで、親切にしてくださったんだと思います。何も持ってなかったので、お礼にリュックにあった激辛せんべいをあげました。その頃、自分の嫁をほったらかして船長は何をしていたかというと、港で回遊していたサヨリを見てました。今は船にトイレがあるという安心感で釣りに集中できています。釣りが好きな女の人って実は結構多いと思います。でも今回取り上げたトイレ問題以外にも、タックルボックスとクーラーボックスを同時に持ってシャンシャン歩けなかったり、手のサイズに合うリールを探すのに苦労したり、重たいジグをしゃくり続けられなかったり、魚をかけてもゴリ巻きできなくて走られて同じ船の人とお祭りしてしまったり、不安要素はたくさんあるんです。それでも釣りに行きたくて、私はいろんな人に迷惑をかけながら船で海に連れて行ってもらってました。楽しくて楽しくて、ご飯を食べる時間ももったいなくて、ずっと釣りしてました。釣りを始めたての頃の記憶が楽しいのは、周りの人たちが楽しめるように気を使ってくれたおかげです。もし今度釣りに行って心に余裕があったら、困った顔をしている釣り人に声をかけてあげてください。あなたのその一言で、もしかしたらその人の思い出が嬉しいとか楽しいものに変わるかもしれません。ご視聴いただきありがとうございます。釣りに行きたくなった方はチャンネル登録よろしくお願いします。はい、次の動画はこちらです。